皆さんこんにちは。以前この動画でも取り上げましたが、295話で決着した沢村対山岡戦、ワンボールワンストライクからの3球目、沢村がアウトローに投じ、山岡からゲッツーを奪ったボールは何だったのか。本編の方ではこの3球目、山岡の手元で一気に斜め下へ変化ということでナンバーナインと言いましたが、本種の方をよく見ると手元で一気に変化していることは分かりますが、右バッターである山岡の方に向かって変化している。通常のナンバーナインならこの逆の現象が起きるということはナンバーナインではない。また三沢様からいただいたコメント、沢村対山岡戦、沢村が投じた3球目はスプリット下位だったのか、手元で沈んだがシュート気味じゃなくスライド気味だったように見えた、それと沢村の踏み出す足の角度ねじるような投球描写からカットボール、あれだけホームランを狙ってイメージしている山岡がアウトコースを引っ張るのはおかしいし、シュート気味に沈むボールならなおさら逆方向に打球が行くのは変だと思った。また他のリスナー様からいただいたコメントでも、沢村対山岡戦、この対戦で山岡は1球目のナンバーナインを空振りした後、今のはこうやって放り込むと決め取りをしていたのに、3球目の同じボールを引っ掛けたというのが不自然。そこで今回の動画は、山岡との対戦で沢村が最後に投げたボールは本当にナンバーナインだったのか、今大会の準決勝と決勝参考に、沢村がナンバーナインを投げるときは昨週でどんな描かれ方をされているのか確認。またもし最後に投げたボールがナンバーナインではなかったらどんな球種だったのかも考えていこうと思います。あとこの動画を最後まで見ていただいた方、高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。そもそもナンバーズとは何？簡単に言うと、もともと沢村が聖堂入学前から投げていたムービングボールの進化版、1年生の期間に覚えた変化球をベースに1年冬の練習でみゆきと一緒に作り上げたものなので、ナンバーズはアクト2になってから作中に登場しています。ナンバーナインは沢村としては一番最近覚えた新球種、2年の歳前から投げるようになった未完成のナンバーイレブンを改良し誕生。試合では準決勝の参考戦で初披露しています。このナンバーナインはこれまでの縫い目を外す握りナンバーイレブンから人差し指を縫い目にかける握りに改良、この改良のおかげもありナンバーフォーのように急速維持、またナンバーツーのような軌道も兼ね備えたボールへと進化しています。沢村が投げるナンバーナインは作中でどんな描かれ方をされているのか、今大会の準決勝と決勝参考。バッターの手元に来るまではスピンの効いたボール、ナンバー4と全く同じ感じですが、バッターの手元に来た瞬間、ボールの中心に右上から左下へ1本の斜め線が入ります。基本はこの斜めに入った線に沿って変化しているように描かれていることが判明。そして今回取り上げている沢村対山岡戦、沢村が1球目に投げたナンバーナインは先ほど話したようなボールの中心に右上から左下へ1本の斜めの線が入り、この斜めの線に沿って変化していた。しかし3球目、本種の方をよく見るとバッターの手元に来るまではスピンの効いたボール、ここまでは先ほど話したパターンと同じ。しかしバッターの手元に来た瞬間、ボールの中心に左上から右下へ1本の斜めの線が入っていた。左上から右下へ、基本ナンバーナインはボールの中心に右上から左下へ1本の斜めの線が入り、この斜めの線に沿って変化。つまり沢村が山岡に対して投げた3球目はナンバーナインではない。だとしたらこの3球目はナンバー何？自分球種から考えるなら、ナンバーナインを習得したことで一気に投げる回数が激減したナンバーイレブン。山岡は1球目のナンバーナインを空振りした後、今のはこうやって放り込むとイメトレをしていたが、3球目の同じボールを引っ掛けたというのが不自然。もしこの3球目に投じたボールがナンバーイレブンだったら、この不自然が解消。山岡はこの3球目ナンバーナインだと思いイメトレしたスイングで挑むも、今度は縦方向に変化。
思ったよりもバットの内側に当たってしまいサードゴロ。これで山岡がナンバーナインを右方向へ打つイメージをしていたが引っ掛け左方向へ打ってしまったという不自然な現象に納得。新球種から考えるなら、実は沢村、準決勝から決勝の間に行われた投球練習中、ナンバーナインの新たな一面を発見。以前沢村落合コーチから教えてもらったチェンジアップを改良し、計2種のチェンジアップを習得。まだ1年の末に習得したカットボールを2年春までには改良し、新球種誕生。最近ではナンバーイレブンを改良し、ナンバーナイン誕生。このように沢村は器用な一面を作中で披露。そのため実はナンバーナインを少しアレンジしただけで逆方向にも変化する的な発見をしていたとか。ちなみにこの動画のコメントで沢村が山岡に対して投げた3球目のボールについてお題にリスナー同士がコメントし合っていた興味深い内容だったのでリスナー様にシェアしたいかなと思います。山岡に投げた3球目のボールについて、ナンバーナインはツーシーム気味に沈むため右バッターが左方向に引っ掛けるのはおかしいというのは確かに正しい理屈なのですが、実は今大会準決勝聖堂対三高戦1回の表、この回先頭の1番千丸の打席で同じ現象が起こっていた。そしてこの動画や他動画でも何回か使用した、そもそも山岡は1球目のナンバーナインを空振りした後、今ならこうやって放り込むとイメトレをしていたのに3球目の同じボールを引っ掛けたというのも不自然。そこで私の推測はこうで、山岡に投じた1球目と3球目は違うボールだったという点は同じで、そもそも1球目は実はナンバーナインではなくナンバー2かナンバーイレブンだったというそうです。ナンバー2またナンバーイレブンはナンバーナインと比較して変化は大きいが球速は遅いので、1球目で山岡は沢村の沈むボールはこのくらいの球速だとインプットした。そして3球目のナンバーナインで山岡は1球目より速いまっすぐだと思ってしまい、まっすぐの軌道でスイングした。しかし実は高速スプリットであったため引っ掛けてしまったという感じなのはどうでしょう。このコメントに対してもう1名様のコメント、山岡への3球目について、沢村はスプリット回を引っ掛けさせるときと空振りさせるときとで投げ分けているのではないかと思う。ナンバーズは1球1球、球速も変化も変わってくると以前奥村が言っていたが、沢村は意識的にとまではいかないが、明確にバッターが空振りするときと当てるときとでナンバーナインの投げ分けができているのではないかと思う。そしてこのコメントにリプライ。なるほど、ナンバーナイン自体の投げ分けができるという可能性は確かにありますね。球速を変えているのか、変化量を変えているのか、変化するタイミングを変えているのか、その辺を自在に投げ分けることができるとしたらまさに魔球ですね。物質的にもこのコメント欄を見た感じ、もしナンバーナイン自体の投げ分けができるならまさに魔球。以上、今回は山岡との対戦で沢村が最後に投げたボールは本当にナンバーナインだったのか、今大会の準決勝と決勝参考に沢村がナンバーナインを投げるときはどんな描かれ方をされていたのか確認、またもしナンバーナインではなかったらどんな球種だったのかも考えていきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいと思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter とインスタもやっておりますので、フォローの方お待ちしております。